究者もアマチュアの研究者もそれからいろいろ興味があるって方もいっぱいいると思うのでそんな方がですねもっと天気予報当てろとかあだこうだ言うこんな面白いことあったよって言うと結果的にテレビの天気予報も、ま、巡り巡って面白くなる。そういうことですね。はい、そういうことです。分かりました。はい、では今村さん準備できて、では次参ります。だいぶあの空気読まない話になります。あの私あのこれまであの今あの金星に向かっている金星の気象を調べる惑星探査機に関わっています。まあ、そういったこともあってあの気象学っていうのはなんかこんなようなもんだろうと長年思ってきたわけなんですが、まあ、先ほど の, あのお三方の話を聞いてあの私が間違っていたということが分かりました。ただあの気象学っていうのはいろんな側面があっていいと思うんですね。あの人類の悲願とでも言うべき天気予報、気象予報、こういったその実学っていう側面があるのはもちろんなんです。ただそれと並んで宇宙の科学、惑星の科学といった側面はあっていいと思うんです。というのは風なしには私たちは生きていけない。惑星の上に生命が存在できるかどうかっていうのは気象学が決めるんです。例えばこれはあの気象衛星が見たその地球の水蒸気の画像なんです。あのこんな風にその地球上でこう風が水を隅々まで運ぶ、おかげで我々は潤ってるわけですね。あるいは熱帯地方からその高緯度地方へ風が熱を運ぶ、それによって地球全体が快適なマイルドな環境になるわけです。あるいは風が雲を作る。雲っていうのはあの、まあ、赤道地方のモコモコとした入道雲のようなもの、あるいは高緯度地方の筋状の雲、いずれもこう上昇流の中で水蒸気が凝結してあの水になってでできるわけですね。でこういった雲が太陽からやってくるエネルギーを程よく跳ね返すことによって、まあ、地球は快適な温度になっているわけです。例えばもし雲の量が半分になったらざっと50度ぐらい温度が上がってしまいます。まあ、これだけでも大問題なんですが、温度が上がると海から水蒸気がより多く蒸発して空気が湿ってくる。この水蒸気がどん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 上の方に運ばれていって宇宙空間に逃げていくんですね。まあ、実際逃げるのはその水分子が分解した水素が主なんですけども、何にせよ何億年かすると海がなくなってしまう大問題です。じゃあそもそも惑星で風は何で吹くんでしょう。風っていうのは、まあ、そもそも元をたどれば太陽から、ね、あのエネルギーがやってきてそれが熱帯地方にあのもたらされる、あるいは地表にもたらされる、こういったその限られた偏った場所に熱が入ってきて、この熱を地球全体、惑星全体にこうばらまきたい、鳴らしたいから風が吹くんですね。ただこうやってああそんなもんかと分かってしまうには、太陽系で我々が見る風っていうのはあまりにも訳が分からなさすぎるんですね。例えば火星のダストストーム、これは地表面に降り積もっている小さな塵が一斉に大気中に巻き上げられて惑星全体をすっぽり覆ってしまう、こんなものがしばしば起こる。あるいは金星の超回転、超回転っていうのは時速400キロに達するような大変な東風がいつでもどこでもぐるぐると吹き続けている止まらない風なわけです。これは金星本体の自転速度に比べると実にその60倍に達するとんでもない風なんですね。あるいは木星にこんなようなしましまがあることよく知られていますが、実はこのしましま一つ一つに対応して東向きや西向き の, あの時速何百キロっていうとんでもない暴風が吹きまくっているわけです。ただまあ、あのこういうまあ変なやつらたくさんいるけど、まあ、そんなのは横に置いといて我々の地球こそがスタンドだよと、地球だけ見てればいいだろうというスタンスもありなんですね。ありなんですが、まあ、それで済ますにはちょっと分が悪いというのは、例えば金星の超回転、これとそっくりな風が土星の衛星、土星の月様のタイタンにもあることが分かってきました。さらに似たような風が太陽系にもう一つある、それは太陽なんですね。太陽の大気っていうのもぐるぐると循環していて、これがあの実にスーパーローテーションのような循環をしているということも分かってきました。こうして見ていくと実は変なのは我々の地球なんじゃないのと、そんな気すらしてくるわけです。で、こういったその天体ごとの風の違い、これを理解する鍵は波にあると思っています。例えば地球のその気象衛星の雲の画像、これを気象学者がえいと睨むと何やら
こう並々が見えてくるんですね。まあ、見えなくても心眼で見るわけです。でこういったその波長がこう何千キロというような巨大な波が大気中でこう力を伝えて、例えばジェット気流ができる。多分似たような風が、似たようなこんな波々が金星にもあるんですね。まあ、誰も見たことないんですけど、でこういった波々が金星ではなぜか地球と違って熱帯地方で暴風を吹かせる。でこのような、ね、熱帯地方の風がおそらくはその熱帯地方から高緯度地方に広がっていく大きなスケールの循環によって運ばれて境界点になる。まあ、これはまだ検証されてない一つのシナリオです。ただこういったその惑星ごとの波の違い、これが惑星ごとになんで全く違った結末に至るのか、まあ、それを解き明かしていくというのが一つの目標なわけです。太陽系の外の惑星たちにとってもそこにどんな風が吹いているかというのは大問題です。例えば潮汐固定惑星といって、その中心星の方にいつも同じ面を向けながら公転している惑星たち、そういう回転をしているだろうと思われる惑星たちがたくさん見つかってきています。でこういった惑星では永遠の昼と永遠の夜がある。で昼中心星に向いているずっと昼の側ではもう灼熱の世界になって全てが蒸発する。で反対側の夜では全てが凍りつく。そんな過酷な世界になるということが想像されています。ですがこういった惑星でこそ超回転のような風が吹くのではないかと踏んでいます。でもしこのような循環があれば昼間側から夜側に向かってこう効率的に熱が運ばれて惑星全体が快適な温度になるかもしれない。それこそ生命が誕生できるような世界になるかもしれないわけです。この地球の想像を超えたような風っていうのは過去や未来にもある。例えば、まあ、金星は今はカラカラに乾いた世界なんですけども、昔は地球のような海があったかもしれないと考えられています。ですがこの海が、まあ、おそらくは金星が若干太陽に近かったために暴走温室という状態になって失われてしまった。暴走温室っていうのはその惑星に入ってくる太陽のエネルギーが若干多いと地面の温度が上がります。大気の温度が上がる。そうすると、まあ、海が少し蒸発して空気中が湿ってくる。水蒸気が増える。そうするとこの水蒸気が温室効果でもって温暖化を引き起こす。温暖化が起こるとその海から余計に水蒸気がまた蒸発する。そうするとまたさらに温暖化が強くなる。こういった正のフィードバックが働くことによってこう海が全部こう蒸発するところまで行ってしまうんですね。でこういった世界になってしまうとそれこそこう対流が高度100キロまで届くような、およそ我々の想像もつかないような世界になるわけです。もうそれこそ一体どんな波が発生してどんな風が吹くのか、これは人類の想像が及んでない領域です。で太陽は今も明るさを増し続けています。今から何十億年かのうちにはおそらく地球もこのような運命を免れない。でこのようなそのとんでもない風、とんでもない対流が支配する世界っていうのは、まあ、今の太陽系では残念ながら見られない。ですが、まあ、あえて言えば太陽にあるんですね。もう太陽の中で一体どんな運動があってどんな気象があるのか、それがこういった極端な惑星の気象を理解していく上でとっても役に立つヒントを与えてくれる、そんな風に私は思っています。で、まあ、こういった感じでいろんな天体の違った風を並べていって博物館を作りたいわけではないんですね。まあ、そうではなくってこういったもう一見全く違う多様性の裏にある共通原理を知りたい、共通原理を見出していけない、そこからいわば統一理論というべきものを作れると思っています。それでもって、まあ、それがその天体ごとの違った条件に応じて、まあ、なぜこんな一見我々には全く違ったものに見える、全く違った世界に全く違った姿をとって現れてくるんだろう、それをその仕組みを知りたいんですね。まあ、これこそが宇宙科学としての気象学の世界観です。で、まあ、千里の道も一歩から、来年の暮れ暁が金星に到着します。まあ、我々の地球のすぐ隣の惑星で一体何が起こっているのか、乞うご期待で、まあ、最後のメッセージとしましては、気象学は宇宙への扉、気象学があれば遠い宇宙の彼方、過去未来どこへでも行ける。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いやもうなんていうか
絶句っていう感じですね。もう神様視点での気象学、どうもありがとうございました。